今週の注目はザ・ピックアップ。皆さんこんにちは、アシスタントのゆうせいです。この動画は宗広義孝の中央競馬前列開講ライブ放送の過去の放送データをもとにピックアップした注目馬のまとめ情報となります。こちらが印の解説となります。じっくりご覧になりたい方は画面を止めてご覧ください。はい、では土曜日中山競馬場です。天気予報は曇り時々雨となっています。芝ダートの重い軽については概要欄に説明がありますので、そちらをぜひご覧ください。8レースの当選トラムは重い芝が合う馬で三角の状態です。9レースのシアジストは 1300m までは対応した馬で三角の状態です。9レースの聖火ホルゴーレは客室に幅が出た馬で三角の状態です。9レースのダノンセシボンは危険マークがついていて控える形が鍵とのことです。三角の状態です。10レースのハーバーライトは時計短縮が優秀だった馬です。10レースのタフォレストは10月21日の時計が優秀だった馬です。続いて土曜日阪神競馬場です。天気予報は雨時々曇りとなっています。7レースのソルトクイーンは時計優秀、持続力がある馬で三角の状態です。8レースのポアンキュルミナンは軽いダートが合う馬です。9レースのケーブパールは上がりかかってさらにという馬です。三角の状態です。11レースのニュージーズは軽い芝が見たい馬です。続いて土曜日中京競馬場です。天気予報は雨のち晴れとなっています。7レースのエイシンジェンマは 1800m に注目している馬です。11レースの耐性エピソードは軽いダートが合う馬です。三角の状態です。続いて日曜日中山競馬場です。天気予報は曇り時々晴れとなっています。6レースの中和キャリアは 1200m がベストの馬です。三角の状態です。6レースのマーゴットファブは時計が優秀だった馬です。三角の状態です。7レースのウェイワードアクトは初戦が文句なしな馬です。三角の状態です。12レースのピンクセーラーは軽い芝が合う馬です。続いて日曜日阪神競馬場です。天気予報は雨時々曇りとなっています。8レースの速攻タルマカは中京以外がどうかという馬です。三角の状態です。9レースのフォーチュンコードは上がりかかればという馬です。10レースのオープンファイアは東京 2400m に注目している馬です。11レースのエイシンスポッターは重い芝が合う馬です。三角の状態です。11レースのコンバスチョンは重い芝でさらにという馬です。三角の状態です。11レースのジャスティンスカイはマイル適性が高い馬です。三角の状態です。11レースのスコールユニバンスは 1200m の適性を見出した馬です。三角の状態です。最後に日曜日中京競馬場です。天気予報は曇りのち雨となっています。5レースのアルゲンテウスは瞬発力が優秀な馬です。5レースのイスラーレーンロは左回り専用の馬です。三角の状態です。5レースのシャイニースイフトは重い芝の 1400m が見たい馬です。三角の状態です。7レースのコパノサントスは重い芝向きの長距離馬ということです。7レースのタフトテソーロは 2600m に興味がある馬です。三角の状態です。8レースの西野トレンディは花切れればという馬です。三角の状態です。9レースのガイアメンテは8月6日に騎手が称賛していた馬です。9レースのシュガー君も騎手が称賛していた馬です。9レースのリアレストは騎手が距離延長を示唆していた馬です。10レースのサンテックスはジョッキーが称賛していた馬です。10レースの帝王レガシーは軽いダートが合う馬です。三角の状態です。11レースのソーダズリングはマイル適性が高い馬です。12レースのグラスシフォンは中京 1400m か東京 1600m も見たい馬です。三角の状態です。12レースのテームファクターは小回り 1700m で見直し、そして重いダート向きの馬です。三角の状態です。よろしく頼むぞ。以上となります。今週の競馬も頑張りましょう。失礼します。